俺はお前のウィポから競馬にハマって今牧場で働いてるぞ。で、俺、すごいね。で、そんな他人の人生に干渉できるんだ、俺って。すごくない？俺の影響で牧場で働いてんの？すごいじゃん。俺の影響で、いや、ゲーム実況やりましたとか、ゲーム会社で働きましたってわかるよ。牧場で働いてんだ。かっこいいね。なんか馬の写真今度送ってみして。確かに馬場豊ってこれ以上ないぐらい競馬向きの名前だね。しかも身長もちっちゃいし、確かにあいつ今から騎手になった方がよくない？馬場豊、だから武豊みたいな後に馬場ってね、いや、あいつ、競馬やるために生まれてきた人間だろ。YouTuber はもうやめて、競馬やらせよ。騎手やらせよ。